お腹いっぱい食べてもらえるように、じゃあ30キロは絶対炊いてるわ。唐揚げ隕石落下弁当です。ミックスフライ、はい、メンチカツで醤油でご飯を盛るで。メンチの塩でございます。あ、醤油。はい。はい、どうもです。はい、じゃあね。はい、お会計しますんで、そちらに並んでくださいね。はい。いただきます。池田様、お待たせしました。S。はいよ。はい。なんであんな大きいのにしようと思ったんですか。皆さんお腹いっぱいに食べてもらえるように、はい、でそれでできるだけ価格を抑えて美味しいお米と唐揚げを食べてもらうようにしました。はい、そうなんですね。ありがとうございます。はいはい、質問なんですけど、はい、お米って1日でどれぐらい炊くんですか？30キロは。1日じゃ30キロは絶対炊いてるわ。そうなんですね。忙しかったのそれ以上。どうもです。お待たせしました。唐揚げ隕石落下弁当です。セブンやね、さっき。あ、そうなんですか。今日切るな。やめよう。さあ、終わったんで。はいよー。はいよー。南蛮町。河野様、すみません。こちらですね。河野様。はい、戻しました。どうもよろしくお願いしました。出ます。はい、もし電話番号センターは東本店の川端です。はい、わかりました。お待ちしてます。はい、失礼します。嫁の弁当もお待ちしてます。お待ちしてます。はい、ありがとうございました。どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。